おはようございます、こんにちは、こんばんは。皆様とプロレスライフをエンジョイするプロレス系 YouTuber、 私が妄想プロレスチャンネルのシェイクです。どうもー。はい、今回のテーマはこちら、新日本プロレスドミニオン J の誘い、大阪に響いた大歓声について。イエイ。はい、ありがとうございます、ありがとうございます。今回この動画のテーマは久しぶりの考察会という形になります。先日 6.1 に大阪城ホール大会ドミニオンのメインイベントを制しました新チャンピオン J ホワイト選手のですね、勝った後のリング上でのマイクアピール、行いましたねと、まあ、ある意味その時に、その出来事事件は起こるわけなんですけれども、 J ホワイト選手が、会場にいたお客様を煽ってましたよねと。ほら、なんか言ってみろ、なんか言ってみろと、俺を叩いてみろと、何でもいいから言ってこいよみたいな形で、J 選手はお客様に皆様を煽ってました。その J 選手の煽りに対して、会場のお客様から、巻き起こったのはなんと大歓声という形でありました。まあ、当然、全員が全員声を出したわけではないです。私はワールドで、その大会見てたんですけれども、ワールドで見ててもしっかりその歓声が、届いてました。で、まあ、皆さんご存知の通り、当然新日本プロレスではまだ、会場での声出し、声援は禁止されてますよねと。まあ、これは新日側が、主催者として行っているルールになりますというところです。で、そのルールに対して、まあ、言ってしまうと違反する行為なんですよね、声援を出すというのは。で、実際この行為に対して結構ツイッター上では賛否両論というか、結構もうひどい、中身でいくと、まあ、大阪のお客様は民度が低いとかね、なんかそういう現地にいたお客様を責めるような声っていうのが結構ちらほら、出てるっていう状況下の中で、そんなんで大阪のお客さんが民度が悪いとか言わないでよみたいな、これがもし東京で行われてたら皆さん本当に声出さないって言えるのみたいな、そういう声、現地からあった声とかもありまして、結構そこでいろいろな、今討論というか、今激突されてますよという形です。まあ、ここでは私はあくまで自分自身の意見っていうところを語らさせていただければなと思うんですけど、正直会場にいたお客様の、民度を責めるっていうのも当然お門違いだと僕は思ってます。じゃああれは致し方なかったのかとかってなってくると、正直私これ誤解を恐れずに言います。私の見解でいくと、J 選手に見事にやられてしまったなって思いますね。もう皆さんご存知の通り、もコロナっていうのは今約2年以上、ある中で、まあ声援は禁止って、もう皆さんの中でルールっていうのはですね、きっちりと守られている状況だし、しっかりと据え込まれてますよね、その声出しちゃダメよっていうのは。でもそういったルールとかそういったものをもう取っ払うぐらい J 選手の誘いがうまかったっていうのが、本当にこれは、J にやられてしまったなって僕は思ってますね。まあプロレスラーっていうのは、対戦相手もそうなんですけど、お客様とも戦ってますっていう考え方があるじゃないですか。だからそうなった時にやっぱり、そういった意味では J 選手がお客様に勝った瞬間っていうのがそこに出たんじゃないかなっていうふうに、思いますね。まあ、本当に今回 J 選手で、ここでですね、僕が言いたいのが、J 選手がなんでそのような行動に、行ったのかっていうところになってくるんですけど、まず一つが J 選手は、海外マットで中直近までいましたよね。で、前哨戦もなしで今回、6.1 に上ホールでもう一発勝負で岡田選手と戦ってますよ。で、もうしかも勝ちましたっていうところになってくるんですけど、で、皆さんご存知の通り、海外マットではもうマスクしてる人もいなけりゃ、会場での声出しも OK とされてますよねと。で、まあそこの部分で海外では OK なのに日本に帰ってきた途端ダメ
っていうのはおかしいだろっていうジェイ選手の中での、違和感っていうところが今回のこの行動を起こした一つの要因になってくるんじゃないかなっていうふうに思っておりますと、まあ、これも本当に各国ごとの、まあ、お国柄でもあるし一つ決めたルールっていうのもあると思うんですけれども、新日マットでもオーナーしかり、そして新日の大張社長しかりですね、会場での声援っていうところは本当にそれが戻ってくるまで時間の問題である的なコメントとかツイートしてたりすることをよく目にしましたよね。つい直近とかでやってたと思うんですけれども、だからある意味新日マットに声援が返ってくる日は本当の意味で時間の問題と言えるんじゃないかなと思っています。まあ、実際のところ他団体では実験的に声援を解禁するっていう大会をもう実施しますよっていう団体もあるぐらいなんで、もしそれが OK で何事もなければひょっとするとそこから一気に会場での声出し応援っていうのも各いろんな団体がもう OK 解禁ってなる時代がもうすぐそこまで来てるんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけれども、正直このままですね、新日のレスラーしっかり僕たちファンからしてもしっかりもうここでもう一踏ん張り待てば間違いなくその日は来るんですよ、うん、団体からの解禁を待つだけっていう形であれば。ただジェイ・ホワイト選手はそれを良しとしなかったんじゃないのかなと僕は思ってて、何かのコメントとかで僕ちょっと目にしたんですけど、ジェイ選手はやっぱりその海外では声援が許されてる、日本ではまだ許されてないっていうところに対して一つの提言をコメントを残したものがあります。それどういう内容かというと、選手ね、新日のレスラーサイドからして会場にもう声援を戻すような動きっていうのが全く感じられないっていうようなものがあると。そしてそれはチャンピオンとかもうトップレスラーから声を出して、団体側にねどんどん意見をぶつけていってもういいんじゃないかっていう形で団体からのゴーサインを待つんじゃなくて、もうレスラー自分自身の発信で団体を動かしてみろよっていうような発言をどこかでされたっていうのを僕はちょっと目にしましたと、うん、で実はそれがあった時にもし万が一ですよ、私の記憶の中で言った時に今の新日本のレスラー日本人レスラーの中でもう団体側にもう声出し解禁 OK にしましょうよっていうのを公の場で話をしてるっていうのはまだ一度も目にしたことがないんですね。でも今回ジェイ・ホワイト選手はそれを現場で実行に移してみせた。そして本当はダメって分かってるけどお客様の心を動かして大歓声を引き出してみせたジェイ選手。だからそういったところで鑑みた時に団体側がさあどういう風に今回の出来事事件っていうのを処理するのかっていうのが一つ試されてるんじゃないかなっていう僕は思ってます、うん、だから団体側からの発表を待つ、これイコール体制に従う待ちの状態だと思うんですね。これまでの新日の流れで行った時に、でもそれをノーっていう形で自分自身が行動に移して団体側のルールっていうのを変えていこうというふうに僕たちの目に見える場所でそれを行ったジェイ・ホワイト選手っていうところが、もうある意味ファーストペンギンじゃないですけれども、まずそれをやってのけたわけですよ。で実際お客様はそれに対して、乗せられてしまったっていうとそれまでなんですけれども、そのジェイ選手の誘いに対して、乗せられてしまったからこそああいったことが起こったんじゃないかなと思ってるので、民度が低いどうのこうのというよりはジェイ・ホワイト選手の人心掌握術っていうんですかね、ちょっとより凝った言葉でいくとそこの部分が本当にうまかった。だから岡田和親っていうもう鉄人ね、パーフェクトチャンピオンに対してパーフェクトゲームで完封してみせたジェイ・ホワイト選手は対戦相手の岡田選手もそうだし会場にいたお客様の一部の心もしっかりと手のひらの上に乗せてああいった環境を作ったっていうところに関していくと、これは
褒められた行為ではないのかもしれないですけど、ジェイ・ホワイト選手恐るべしって言わざるを得ないんじゃないかなっていうふうに、僕は思ってますね。っていうところです。はい、まあ、ある意味自分自身の行動からですね、やっぱり声援を解禁させたって、もし万が一今後なってくると、もうたちまちジェイ・ホワイト選手はチャンピオンとしてヒーローになるわけですよ。まあ、あの時ね、ワールドではライガーさんもそうだし、タナースさんもそうだし、それこそアナウンサーの方も今は耐えましょうっていう形でずっと言ってたし、それは正しいんですよ。絶対的に正しい行動、これまでのみんなの努力っていうのを無駄にしないためにも絶対的にそれは大事なんですよ。まだね、コロナっていうのはある程度今ゆっくりと穏やかに沈静化してきてるとはいえ、やっぱりクラスターが起こらないとも限らないんで、だからそういったところでもある意味クラスターを起こさないために今回の処置っていうのはやってると思うんですよ。声援禁止っていうのはね、やってきてる部分があるので、そういったところでもこれまでの2年以上にわたる努力を無駄にしないためにも、もう耐えてる人っていうのは僕は本当に改めて称賛したいなと思っておりますというところですね。まあ、今回の出来事を逆に新日本プロレス団体側がどういうふうな考えを持ってるのか、そしてどういうふうな流れに持っていくのかっていうところが、まあ、今後の一つの焦点になってくるんじゃないのかなっていうところが今回の、私の意見、まあ、であり思いっていう形になります。はい、これに関してはぜひこの動画ご覧になっていただいている方のご意見ご感想っていうのもどしどし、ちょっとこのコメント欄でも構いませんし、ツイッターでもいいのでちょっとぶつけていただきたいなと思っております。はい、というわけで最後まで見ていただいてありがとうございました。今回のテーマはドミニオンの J 選手の誘いに対して、大歓声が起こったことについて語らせていただきました。ぜひ皆様のご意見ご感想を聞かせてください。皆様のお気持ちはいかがだったでしょうか。ぜひ皆様のご意見ご感想をこの YouTube のコメント欄、 Twitter のコメント欄、 DM 欄までどしどしとお寄せください。そしてこの動画で扱ってほしいテーマについても随時募集させていただいておりますので、この団体のこの選手について、この団体のこの出来事についてどう思いますかみたいなことを投げていただければ、ちょっとお時間いただくかもですけども、形にしてお届けしたいと思っておりますので、皆様こちらもよろしくお願いします。そして忘れちゃいけない高評価ボタンとチャンネル登録ボタン、こちらをポチポチと押していただきまして、これからもこの動画を楽しみにしていただければと思っております。はい、というわけでお届けしましたのは妄想プロレスチャンネルのシェイクでした。皆さんこれからもよろしくお願いいたします。バイバイー。